アムロトール手錠外しテクニックです。今言ったんだけど動けそうですかそれ。やばいな。今回検証するのはアムロトール手錠外しテクニックです。劇場版第20弾純国のナイトメアでのワンシーンです。アムロさんが倉庫の中で手錠をかけられジンに尋問されています。お前はスパイではないのか。拳銃を向けられ絶体絶命の状況です。すると倉庫の明かりが消えます。ベルモットがスマホの光で照らすともうアムロさんは消えていました。そして地面には外された手錠が落ちていて鍵穴には針金らしきものが刺さっていました。さすがの早業ですね。今回は本当に自力で手錠を外すことができるのか検証してみたいと思います。今回検証のポイントは何と言っても手錠を外すことができるか。安室さん一瞬で外したからね、できそう。いや難しいんじゃないですか。いやそうね。ということで手錠を用意しました。やっていきましょう。はい、そしたら安室さんの手錠外すテクニックやっていくんですけども、はい、まあ、映像で確認すると、まあ、おそらく針金で外したんじゃないかと。なので今回この黒い針金でやっていきたいと思います。はい、そしたら針金切ってきます。まあ、映像で確認するとね、長さそんな長くないね。このくらいだね。そのくらいですね。はい、じゃあ切ってきます。よいしょ、切れろ。切れました。ただ手錠なんですけど、手錠はここをでやると閉まって全く開かなくなると。そして開けるときはここに鍵穴があるんですけど、ここの鍵穴に鍵、この鍵を差し込むと開くと。実は開けていきます。よいしょ、でこう開くとなるわけですね。ただ安室さんは鍵は持ってないのでここに針金を刺して開けたと。でそれが今回できるかをやっていきたいと思います。いやこれ難しいね。難しいですねこれ。だってさ、この鍵をさ、はい、回した感じを針金でやんなきゃいけないんだよね、はい、ちょっとこれさ、俺安室さん後ろ向きでやってたんだけど、はい、ちょっと前で一回やるわ。一回練習で多分前でこうパカって飛んでしまって、うん、やれなかったらもう後ろ絶対無理じゃん、はい、ちょっとそれ調査せということで頑張ってやっていきましょう。はい、そしたらつけてもらっていい？はい、出てきます。あ、ちょっと待って、これ、はい、あれだね、こんなん持ってたら絶対ジンバレる。確かに。これやばいよ。この針金、ね、じゃあ袖とかに隠したのかな。そうですね、安室さん、うん、すげえ、安室さんじゃあ日常的に針金を袖に隠しとく人。いつこういうのかけられるか分かんないですからね。確かに確かに。いつだって、うん、いつだってやっぱ捕まってもいいようになってるんだ、あの人すごいな。あ、隠れたわ。おバッチリ。全然見えない。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあつけます。はい、やば、動けそうですかそれ。やばいな。ここね、はい、はいはいはい、ここにやっていくってことね。一応あくまでね、実際どのくらい時間かかるのかも測っていきたいと思います。このテクニック俺が再現してみせる。よーい、スタート。まずね、まずここの袖に隠してるんでこれ取りますよ。ういだ、多分あれだね、もうできるとこまで準備しといたんだ。今言ったんだけど、今言ったんだけど今なんで言ったんだ、なんでできたか分かんねえ、なんでできたか分かんねえけどできたわ今。え、どういうこと、再現性が。2分45秒ね。来た。やべえ。なんかでもできた気がしねえわ。なんなんだろうこの感じ。安室さん両側やってんだ。すげえ。安室さん両側で3秒。じゃあやばいわ。でもなんか本当にグイグイやれば開くわ。来た。来ました。時間は4分44秒むずい。でも開くね、圧倒的にびっくり。スタイマンできたんですけど、はい、なんかね、不思議なもんでなんでできたか分かんないなんかグリグリやってたらできたっていう、 うん、なんかただこっち側に押すだけじゃ、はい、なんかできなかったんだよね、はい、なんか理由あるかね。ですね、うん、この鍵がこの出っ張りで何かを押してるわけじゃないですか、うんうん、でその押し方がこうまっすぐ押してるんじゃなくて、うん、こう回してるんで、この回転がやっぱあるんだ。そうですね、こういう風に押してるんですよ、うん、なので針金でやるときもこう巻き込むように押すっていうのをイメージすればいけるんじゃないですかね。なるほどなるほど、
まあ、だからそういう意味ではグリグリっていうのは別に悪いことではなかったんだね。そうですね、この意味では。そしたらこれね、鍵回すとこう中のやつが下がるんだよね。でこの下がってる間に開くっていう仕組みだから、はい、だからあれだね、さっきそのちょっとだけ開いちゃうとかあるんだね。そうですね、まあ、すぐ離したらこう元に戻っちゃうから、はい、それ閉まっちゃうのまた、はい、だから開いたって思った瞬間に、はい、もうすぐ抜かなきゃだね。そうですよね、そこは勝負だわ。ここで時間かかっちゃうともうやっぱね、このもう正直開くのはもうグリグリ感覚でこう、まあ、一応鍵の感覚をイメージして開けるしかないけど、はい、こうなった時に長時間維持が多分ね超むずい。うん、いやね、ちょっとさっき超えたいんでちょっと練習します。はい、ここまでね後ろ向きできないから、はい、やっていきましょう。ね、はい、練習した結果、はい、僕はできません。やばい、コツが全然わかんない。でも塩がいけそうなやつってやっちゃって、結構タイプでいきますよ。今これ閉じてまして、はい、はい、で開けて入れて、え、すごいじゃん。すごい、マジで。なんでなんでなんで、やっぱコツがあるんだ、はい、ありますね。言って言ってコツ。いや、まあやっぱりこうさっきの鍵をね、やっぱそれは一緒なんだ。これがやってる、これがやってることをねイメージしてこの針金を動かすっていう感じですね。すごいわ、はい、アムロさんなれんじゃん。でもアムロさんこれで後ろでやってますから、ね、それがどうか難しいですよ。前であれば今、はい、様子はあんま変わらないと思う。前でしかもこれ手錠につけてないですからね。しまったからね、はい、でもできそうだね、はい、全然できなかったもんそれも、はい、すごいわ。ちょっとやってみたいです。じゃあまず前行く、まず前で、前でやっていこうか。しようのね、はい、ちょっと塩でタイム上げよう。はい、今俺4分50かかってるから。まずね、1分の予想、1分切りましょう。 OK、 はい。じゃあやってきます。このテクニック俺が再現してみせる。よーい、スタート。頑張れ柴田。よし、まず皿取れ。まず、あ、終わった。よし、これこれで、おーおー、すげえ、すげえ、おー、知った。今1分、おー、大丈夫、いい、1分半切りたい。頑張れ、頑張れ。すごい、すごい、全然早い、俺より。ちょっと、針金の先の形が変わってきちゃいました。あ、そうなんだ。やばい。OK! いったー。4分5秒。うわー、いやでもね、俺より早いから。はい、後ろいけるでしょ。じゃあ後ろも頑張ります。でも片方は明らかに練習の成果あったね。そうですね、右手のこっちからの方が早かった、ね、頑張ります。じゃあつけていきます。はい、よっしょ。どう、難しい、開ける前に。難しいですね。いや、まずこれ、あの鍵穴がどこにあるかっていうの見えないじゃないですか。そっからだもんね。そっからですよね。じゃあさっき4分だから、はい、10分。10分、うん、さすがに前よりむずいと思うから、はい、10分超えたらもう終了。わかりました。安室さんは3秒だから。はい。しかも安室さんあの時あの電気ついてないですもんね。そう、消えた瞬間でやって、真っ暗な中ですもんね。まあ、だけどその張り替えの準備とかはしてたと思うから、はい、だからもうあとカチャってやるだけだったんだよ。はい、それだけはできるんですけど、うん、でも多分すごいよね。うん、オッケー、やっていこう。行きましょう。よーい、スタート。頑張れ。まずはよし、仕込んで針金を出す。この作業まずアムロさんやってると思うとめっちゃ面白いわ。鍵穴見つけました。すごっ、見つけるのできるんだ。じゃあ鍵穴見つけるのいけんだ。鍵穴見つけるのはできるけど、はい、差し込んでそれをうまい具合に、うん、全然さっきと違う、イメージ違う、全然違います。やばい。まず鍵のさ、回す向きがさ、はい、こう想定したいんだもんね。ちょっとなんか感覚違いますもんね。そうだよね。あと今の針金が先端がどういう形をしてるのかっていう、あ、やっぱ形重要なんだ。ちょっと形重要ですね、うん、そんなどうしたらいいとかあるの。多分なんかちょっと曲がってた方がいいのかなって思うんですけど、やっぱその鍵の先端みたいな少し出っ張りみたいな感じで曲がってた方がいいんだ、はい、
はい、なるほどね。これ一度あの針金抜いて差し直すってなるとまた鍵穴探さなきゃいけないっていう、やばいよね。アムロさんが言ってやる、あ、そうか、アムロさん2個ともやったとは本当超すごいな。そうっすよね。ちょっとこっちにしてみよう。これなんか泣きそうになってくるんですけどこのままずっと抜けないのかなよし、おマジいった、よっけよっけよっけ、すげえ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 、頑張って、よし、もうもっと早いじゃん、いけるやん。確かに意外となんか盲点がね、うん、片方外れちゃえば前向けるっていうのは、はい、そうですね。もうできる、これまだもう練習、練習の成果。おお、いやいきました、やったってことは後ろ向きも外せると。はい、そして時間はこちら6分40秒。おお、まあ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 、でも意外と前と後ろ2分違いだから、そうですね、まあ外せ、片方外せすればいけると。はい、状態ここが成功、イエーイ、やったね、外せない、外せましたね。いやでもすごいね、普通によくできたね。これ多分練習重ねればもっと早くなると思いますよ。あ、すごい、はい、じゃあもう安室さんも日々外す練習してる。そうですね今回再現してみて分かったこと、安室さんの袖には針金が仕込まれている。いつも見てくれてありがとう。ちゃんと